ちは、かくすけです。やっていきましょう。三平分の続きです。メール、キティの超プロフェッショナルペットフード配達サービス。はい、かくすけ、親しい味方がいるのはいいことだ。私は成功を収めるには君のような有能な友人が必要だ。君は私に友情と才能を貸してくれた最初の人物だ。これは決して忘れられるものではない。これからも多くの戦いがあるに違いない。このアドバンスドアタックポーションを飲んで勝利への道をより早く切り開いてくれ。チャーンさん、ありがとうございます。これはちょっと申し訳ないけど博物館行きですねありがたい、非常に。お、株とかいろいろ収穫できるぞ。これはクランベリー、何回もできるやつ。ビジーフルーツね。よし、あ、蜂蜜もできてるぞ。スキルポイントがたまりましたね。農業スキル、水のやつはマナが減るだけだから、なんだっけな、何をあげたいんだっけ。クラフトスピード、ポーショントゥクラフト、レシピの、高度な家具製作テーブルのクラフトレシピ。家具製作どうなんだろうね。あ、蜂蜜ができる回数ね。料理のレシピをあげよう、増やそっかな。キティのアニマルフードも嬉しいけど、あ、羊と豚を購入できるようになる。あ、取っとこうか。はい。こうやって増えていくんだな。んーで、やられている。これ、茨がちょっとわかりづらいな。よし。オッケー。よしよしよし。アホベトベト、よしよし。ナマズか、あ、そっか、海の方にも置いたんだったな。はい、か、先にうちの子たちを。よし、ご飯がなくなっているらしい。5個ずつだな。そう考えるとやっぱキティちゃんのもうちょっと増やしたい気もする。ギリギリだもんね、ちょうどなくなってるもんな。羊と豚を追加したらもうダメだ。よし、オッケー。なんだっけ、博物館か。そっか、博物館系今も作物が結構取れたから博物館行こうか。おー、アダマント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 、こんなに作れたっけ。いいぞー、これは大量の。アダマントの鍵くれるなー。そろそろね、強い装備も欲しいって言ってたけど。やっぱなー、やっぱ鍵ですよアイアンヘルムにするだけでも違うよね。アイアンにしよう、ちょっと。アイアンいろんなところで使うんだけどね。プッシュヘルム、いや、鍵開けたいもんな全部。あと博物館に入れるタイプのものってあったかな。コンポストではなく、ここは違うな。もう一回そのまま行っちゃうか。もう何を入れればいいか正直分かってないですからね。ここら辺ももう売っていいね。ね。
売りたくなくなるけど。やっぱ売りたくないな。猫グッズだ。うん。直接そのまま洞窟行きたいかも。あと一個？オッケー、行っちゃおう。うん。まあ荷物いっぱい、そんなにいっぱいになることはないと思うよ。あとは作物も植えたいけどね。せっかくの雨だし、買うのもありだな。意外とお金ないね。サファイアセンチメンタル。あ、サファイアなら、うん、いける気がする。受け取る。アントル、アダマント、インゴット、今ね、あるけどダメ。よし。博物館だな。サファイア忘れないようにしないとな。まあ、手には入ると思うし、もうすでにあると思うけど。アダマントインゴっていっぱい持ってきちゃったな。あー、これはこの前置いたやつで、さあ、ありがとうチャンさん。あれ、あ、入れたね。よしよし。点滅とかはなくって、秋、リーフレーツ、かぼちゃは植えてるはずだよな。あとはヤムイモとゴーストペッパーとバターナッツ。ヤムイモ、ゴーストペッパー、バターナッツは必須。うん、これはもう知ってるよ。自分で調べておいて知ってる。ヤムイモ、バターナッツ。ウィザーゲートはなくて、飾るといいだろう。かな？店頭で手に入れたんだっけ、これ。これなんだろう？ネルバリアンの繊細なやつ。あ、ネルバリに入っ、ネルバリのバンドル？農場ではないけど、供物ではないけど、あれ違うか。ここかな？冒険バンドル？探検バンドル？あ、違うな。あれ？どこだ？え、ここだと思うんだけど、こっち？宝石かな？マナー。ゴールデンは、無理無理無理。ゴールデンではなく、ネルバリの鉱山バンドルなのかな、これ。違うな。宝石でもないでしょ。宝石じゃないな。バー用品たちでもないでしょ？うん。あれ？お金。ウィザーゲートでもないと思うけど。あれ、どこかな？っていうか、ウィザーゲートのところに、これがあった。キャンディーコーンのかけらってそうなんだ。あれ？どこだ？え、魚じゃないよね。博物館に行くといいだろう。え？わかんないや。片付けよう、とりあえず。え、あ、やった、もらえた。あ、ケープ初めてだ。やったー。コイン。はーい、ありがとう。進捗はどう？ 40 のうちの9のサンプル。うん。34%。 はーい。ケープ、やったね。装備だ。あ、かっこよくなったね。やったー、嬉しいぞ。移動速度はいいね。ヤムイモ、ヤムイモ、コーダポップ、クローバー、マシュマロ、ゴーストペッパー、あー、バターナッツ、うん、この3つ買っておこう。よし、
それで必須なものはとりあえず OK です。よしよし、シャンさんありがとうね。行こう。あ、今日は特にデートないよね。うん、オッケー。よーし、開けちゃうぞ。5個鍵を作って、あとちょっとだったかな。よし、はい、もう先進んじゃおう。ミスリル欲しいし、でもやっぱもう見えてるものは取った方がいいか。うん、よし、装備用にもね、いいしね。見えてるものって言ったけど、すぐ見えてしまう。よし、見えてない、見えてない。これ以上行こう。サビタじゃなくてアダマントです。先行こう。荷物壊したらなんちゃらかんちゃらっていうの取ったよね、前回。何だったかは忘れたけど。ふんふんふん。あー、左の方あるなー、見えちゃうなー。やっちゃうか。あ、石炭も見えた。はい、あどうしても見えるね。あ、石材も必要だから。よし、このゲームのありがたいところはスタミナ制じゃないところよ。お、あーん、壺か、まあいいか。行こう。マナすぐ回復するから。でに、ツルハシ振るのはね、マナ使わないからね。最近ちょっと裏で他のこういうスローライフ系やってるんだけど、スタミナ不足になるから、ありがたさが分かったよ、改めて。あんま見えてないな。あんまないや、切っちゃおう。うん、29。あ、次のアルマジロ何が必要なんだったっけ。そうだった、その先にまだ行けないからダメだ。しっかり探索してもいいや。でもね、釣りもしたいしね、最近。サファイア出てこないかな。たまにサファイア出るようになってるんだけど。逃してないかな、今まで。黒いからね。
よいしょ。あ、鍵が出ましたか。うん。ひょい。あ、まだいた。ほい。壊し。で、鉱石。進んじゃおう。うわあ、じゃあ、うん、大したものなかったな。よいしょ、よいしょ。うん。しっかり見ちゃおう。ん？水の上って武器の弓表示されないんだ。よいしょ。弓矢。よし。いやー、いっぱいだぞー。いいねー。じゃあ、お、ミスリルも使ってます。あ、そこ通れるの。気づかなかったな。ちょっと面倒な道を通ってしまったね。少し進むぞ。楽しい。サンヘイブンの、お、採掘レベルこれで上がる。サンヘイブンの採掘楽しい。あれだな、振り幅広げていこう。なんだっけ、あ、経験値か。経験値取っちゃった。うん、入ろう。ハロー。で、あ、アダマントの鍵ギリギリなくなっちゃったか。うん、でも次でいけるから、ちょっと錆びた鍵でまたメモしないとな。写真撮っとこ。忘れるから絶対。前回プリックレット討伐しようとして散々だったからね。防具も整えないと。お、石炭落としてる。嬉しい。石炭落とすんだ、あの子。それは素晴らしいね。よいしょ。わあ、石炭スートです。はい。錆びた鍵出てないよね。ついでにサファイアも出てくれると嬉しい。あ、サファイア、サファイア出ないか。うん、進んじゃおう。うん、よーし。あ、ミスリルの鍵だっけ。普通にアダマントの鍵だ。じゃあアダマントの鍵をいっぱいまた作ってくればいいや。よし、忘れないように次回やっちゃおうかな。で、種を植えよう。わあ、みんな雨の中普通に過ごしてるね。よし。し、これで種を、あ、サファイア手に入れてたや。いつの間に。アンさんだったよね。
作るだけ作って。アダマントの鍵を、3つぐらい作っとこっか。あ、ちょうど3つだ。作れる数が3つ。アンさん、半ばでしょう、きっと。この時間。よし、よし、よし、よい。予想は当たるのか？お、なんか落ちとる。なんだ、黄金のサクロだ。熟練した探検家だけが見ることのできる輝く黄金のサクロの物語を語る。黄金だ、黄金だ。あ、じゃ、ゴールデンバンドルか。あー、やった、絶対入る。違うや、あ、違くなかった、やったー。こんな風に手に入れるんだ、こういうの。やったよー。なかなか魅力的な効果も持ってたけど、うん、まずは入れるよね。すごい、こんなところに普通に落ちてるなんて。普通の人だったら見えないんなら、あそこ行っても置いてても誰も見えないんじゃない？あ、それ私のサファイアよ。どうもありがとう、カクスケ。これ約束の報酬よ。ありがとう。採掘で行こうかな。ありがとう、アンさん。ギリギリ渡せた。早いな、酒場から帰るの。荷物は、ここら辺はとりあえずは片付けて、他の者たちは、宝石は売っていいよね。指輪とかにして売った方がいいのか。どう？ルビーアミュレットとかにね。して、金鉱石そんなにないし、使わないし。黄金の卵を呼び出すチャンスを与える。あ、これ作っておくべきだ、多分。豆腐の祝福、採掘ダメージ。いや、不死のアミュレット、無敵時間が長くなる。ありがたいけれど、まあ、作るだけ作ろっか。うん、金はそんなに他に使いどころがないからね。もう7時だ。あれ、釣りに行こうと思ってたけど、そんなに無理かな。あー、アサリ人手はなんとなく高く売れるような気がするから。あ、しまった。あれ、空き缶とかだな。あ、シーバスだ、いいね。シーバスって博物館置けるかな。ミスリル、あれは持っている。お、いける、やったー。よしよし。え、木の板、あ、木の板そんなないや。じゃあ、木切ろっかな。今日は釣りは諦めだな。シーバス、俺結局わからなかったな。売っちゃえ。うん、売っちゃって、で、売って、あ、金鉱石はダメ。
で打って、うん、うん、あ、セイムなんてものあったんだ。同じ種類のアイテムを入れる。なんて便利なんだ。全然活用してなかったね。とここはフルーツ、フルーツ入れ歯です。秋ナスが入ってる。波口バスまで入ってる。なぜ。ビジーフルーツ、ソーダポップの実、クランベリー、野菜、うん、うん、用箱できてるな。ちょっと金のゴールデンエッグリングはつけてた方がいい気がするね。しばらく忘れそうだけどね。でこのこれは普通に売っていいでしょう。お金になるということで、ゴールデンエッグリングはつける。移動速度、農業ボーナスをちょっと減らしてもいいか。よし、よいしょ。あ、ん？ちょっとごめんなさいね。ん？これお守りってさ、これじゃない？あれ？あ、お守りって記念品か。形似てるなって思ったんだけど、記念品だったな。いや、もっと、もっと装備枠欲しいよ、記念品。こりゃなんだ？よくわからないものが生えてきてるぞ。メルバリのやつとか植えたっけ？違うや、これ果物系か。なんか違うやつ、ちょっとちっちゃめの木を切ったっぽいな、私間違って。よし、苗は特に出てない。グリフォンエッグが手に入ってる。苗が手に入んなかったな。バスはいいけど、シーバスはちょっと入れられるかもしれないね。結局分かんなかったな、これ。よし、いい時間だ。ん？あれ？あ、手に持ってるものは入らないんだ。アダマントのインゴットもこっちだ。よしよし、いっぱいいっぱいになっちゃったね、ここ。よし、じゃあやることはやってないや。木を板にしたいな。私のアミュレットはどうだっけ。無敵時間、これは売り、売りです。大して高くなかったな。アミュレット、アミュレット初めてでは。お守りだ、やった。さっき言ったところでついにお守りが登場です。やった。もう適当に買ったけどよかった。あ、買ったじゃない、作ったけどよかった。じゃあおやすみなさーい。よかったよかった。うん、夜通しぐっすり寝ました。では今回はここで終わりにしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。